ども、はい、今日はコロナワクチンの日でございます。いや、ちょっとドキドキして、でちょっと朝起きて思ったんですけど、妻と一緒に予約したんですよ。別日にすればよかったなと思って、で一緒に体調崩したら子供どうするのよってね、義理のお父さんとかにこう預けなきゃなんないみたいなことになるじゃないですか。しまった、そこ考えてなかった。ちょっとそこ本当アホだからインフルエンザ感覚になっちゃった。ああなんだ、全然自覚ないじゃんという。まあでも仕方ない、一応予約したんで仕方ない。まあファイザーなんでそんなに症状はこう辛くならないっていう情報はちょっとあるので、うん、まあまあそこにちょっと期待しつつ、まあ、今週末はちょっと、本当にゆっくり、先週ね、ゆっくりしてましたけど体調崩して、今週末もちょっとゆっくり過ごしそうかなと思います。とりあえず今日はワクチンデーなので、ちょっとワクチンの時までいろいろね、ちょっとやりたいことがあるとか、これ体調崩したらできなくなるんじゃないですか。なのでちょっと今日はね、午前中にブワッと詰め込むので、多分医者さんがデスクに向かっている姿がほぼになるんじゃないかと思います。今日も一緒に頑張っていきましょう。見つけたさ、これドライフラワー、これいやドライフルーツ、ドライフルーツ入れてたけど美味しいんですね。何これ、フライドマサオ、なんかフライドドッグじゃない、なんかさ、はい、引き続き、仕事やっていきたいと思います。ふならんと、うん、どういうこと、ちゃんとハマっとらんというだけ、もうそも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 ちゃんとハマっとらん。いやあーこうや、うん、終わり、あった、あった、ありがとう、ちゃんとハマっとらんだけ、はい、と、はい、と、あー今ね、音声 Vlog のボイシー撮りました。ちょっとね、これこちらこれ、使わずにね、もう収録してみました。なんかね、それ使ってると、やっぱワンクッションね、まあ、いるので、ちょっとやめてみました。ん？全然。あ、ハートを見っけ。何ね、どうでもよかやろ。ふざくんな。本当。ハート見っけましたよ。いや、どうした？黙れ。どうしたの？あのね、納豆と味噌汁とね、ご飯めっちゃ美味しいとって合わせたら本当に美味しいとって、納豆、味噌汁、ご飯本当に美味しいとって、本当ちょっと食べてみ、そしたら、だって前も食べたもん。なんか考え出す前からや食べてたよ。味噌汁に納豆はちょっとうまいのかな。いや、なめ込みたい、なめ込みたい、まずくはないんかな。美味しいよ、見た目が悪い、でもほとんど美味しい。ほとんどって使い方ちょっとおかしい。いや、ほとんど美味しい。何か訳がある。うん、口元よ。ちょっと待って。食レポ。うん。食レポ。はい、どうですか。私もいただきますね。どう？このタイミングがいい。ネバネバしてる。ほら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 。いやあ。美味しい？うん。私に味噌汁がかかっちゃった。サバちゃんも混ぜとった？ああ、もうああもうね、かけすぎた、もう納豆マットに。美味しかった。すごい、全部食った。どうする、みんなに食べてかな。あかんとか、みんなに食べてきた。もっと食べれるのに。え、コロナワクチンっていくらだった？買うだよ。買い取れなかった。はい、あとね、1時間半ぐらいしたら、ちょっともう、コロナワクチン行きたいんですけど、まぁ、ちょっと作業終わってなくて、これちょっと終わらせて、で、俺やっぱ具合悪くなったりする可能性あるから、もう今日、明日はもう仕事しないようにちょっと
準備してるんですけど、8時間ちょっと間に合いそうにないです。ちょっと早口になってますけど、ちょっとやんないといけないんで、頑張ってバリバリちょっとね、あと1時間でちょっとやっていける、いきたいと思います。いやー、ちょっとね、まさかこんなに時間がかかるとは。はい、じゃあ今からコロナのワクチンに、うちにね、行ってきます。最高。うーわお。うわ、今日暑い。今日むっちゃ暑い。はいはい、長崎駅ね。うわ、できとんね。もうちょっと出来上がってきたね。すげえ。店とか入っとかんね。入るやろ。接種会場2階、西洋館、長崎西洋館、何年ぶりかな、20年ぶりぐらい、5年ぶりぐらい。わ、何だこれ、何これ、ここに1階の駐車場、お、初めてこんなとこ来たの、お、 あそこっぽいよ。はい、ワクチン、ワクチン接種会場、よし、はい、終わりました。でもちょっとフラッと来たよね。嘘やろ。え、全然、いや、フラッと来た、ちょっとこう、うん、ちょっとなんかふわふわっと来て、あ、いつもと違う感じがしました。で、今もちょっとなんか具合悪い。あれ、山が来たらいい。え、でもね、こう神経を研ぎ澄まさせたら、なんかこうふーっとちょっとこう、なんかふわーっと酔いが回るじゃない。全然痛なかった。まあ痛、まあ、あのあれ、インフルエンザのね、注射と一緒けど、なんかふわっと来たぞ、座っとった時。なんか、ふわっと来た。いや、気のせいじゃないですか。あ、これふわっと来たんなと思って。ちょっとドキドキしたってやる。ふざくんなって。ふざくんなって、こっちからびっくりして。昨日弱がとかな。どっからかかったの？これ5階やもんね。もう夜ご飯でもいいけど、はい、早かった。ココスに来ました。どこにココスって感じなの、まあ、ちょっとプラス20枚しとったわ。ウーロン茶です。プラス20枚、普通のウーロン茶。久しぶりココスコ、ココスコ、ココスコ、ココスココスコのココスコ、ドドスコスコスコの誰やったっけ、あれ、ねえ、楽しんごの。あれ？いやいや、もう焼き上がってるよ、これ。焼かんで、うん、焼かんで、わ、これ。肉とか。うん。肉？うん、うまい。ハムスター。うん。はい、今帰ってきました。さあ、はい、打ってきましたけども、なんかね、もうだいぶいいんですけど、まあ今はまだ何の症状もない。まあ、だから打って、あの、休憩してる時、10分ぐらい休憩して帰ってくださいって言われて、10分休憩してる時、なんかなんかふわーっとね。でも今はね、もう問題なく、行っております。何だったんだろうなぁ。不思議だね。まあ、とりあえず、ちょっとね、20分ぐらい仕事をしてから風呂入って、あとはね、ちょっとゆっくり過ごしてみようと。
明日も特段 する仕事を残してないので、とりあえず今現段階ではもう明日はね、テック系のチャンネルはお休みとして過ごそうかなと。あとはクライアントの案件とかも今日ちょっとできるだけしたんで、まあその影響でちょっときついですね。疲れましたね今日はね。じゃあ明日の Vlog ではね、石原さんくたばってる可能性ありますからご期待ください。いやいやいや、期待だね、それは期待するもんじゃない。はい、テレビ台が到着しております。床だけなんでっかい。これって完成されてるやつかな。うん、あ、完成されてるやつ。よかった、組み立てんで。明日ちょっと嫁さんとあげようかな、上に頑張って。はい、今ね6時7時前ぐらいですね。あのコロナの注射を打ってから、2時間ぐらいかな経っておりますけど、まだね、まだ痛みもそんなにないっていうか、筋肉痛みたいなのもあるって言ったんですけど、まだそんなに症状は感じてない感じですね。ちょっとね、今からネットフリックスいつものようにちょっとね見ながらゆっくりね過ごしていきたいと思います。はい、じゃあ今からね、ネットフリックスにヘッドスパガイドっていうのインタラクティブなあのコンテンツがあるんですね。自分でこう選択して今の状況をインタラクティブに伝えて、で今の状況によって、あ、じゃあそういうこういう、マインドフルネスとか瞑想とかこういう体験はいかがですかというふうに、まあ、ちょっとガイドですね。だからもうこうただ見るんじゃなくて、能動的に自分が判断してインタラクティブにこう選択していくというコンテンツが、ね、あるので、これをね今からちょっとやって、で心を落ち着けて読書をして寝ようと思います。では45分間の旅行ってきたいと思います。通りかかった隣人が親しげに手を振っているようです。手を尻の周り、骨盤、thank you.